彼氏が欲しいです。イケメンが条件だに、だに、舐めてんのか。世界の絶景100選、こっち向け。この車の欠点とは。ダサい。ダッセーな。ジーンズが似合う35歳。似合ってないし35にも見えない。全否定。ママ学校で友達ができないんだ。そう言ってもう49歳ね。働け。すいません、コンビニってどこにありますか。そこのローソンを右に曲がってセブンを左に曲がったところだよ。ローソン、ローソン、ローソン。飲んでも乗るよ。飲むな、乗るな。さあ、らっしゃい、らっしゃい。息のいいマダイが入ったよ。ザク。らっしゃい。源静香さん。出来すぎ静かよ。捉えてんじゃん。お客さん、線路に財布を落としたんですか。山手線止めんのかよ。本音が。無人島に一つだけ持っていけるなら絶対持っていかないものを教えてください。自分自身。行きたくねえだけじゃん。ママどうしたんだい。パパだよ。パパかよ。ノーベル賞を受賞してはならない人。俺。誰。愛してる。言えばにっこり嬉しそう笑顔の君に。オラ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 。ちょっと不安定。これらの点を線でつなぐとどうなるか。マヨネーズの出口だ。もっといい例えあったろ。旅行初日にコクって振られやがった。この後地獄。お別れ会までしたのにかれこれ30分間ずっと電車を追いかけてきてる。もういいってお前ら。映画の合間合間に YouTube 広告が入る。冷めるわ。頭が悪いですね。うっせ。ガッキーと結婚できていない人が惨めで仕方がありません。うっせ。11の効果効能。しなやか、さらつや、張り、腰。違和感。なら買わん。何見てるの。通報するね。理不尽。パパのお小遣い月1000円って多すぎよね。小学生じゃねえんだから。もう私が流れるから口に寿司放り込んでよ。回転寿司とは。懲らしめてやりなさい。お前は助けろや。ありがたい言葉。割引あと一つ。以上で来賓の挨拶終わります。やっと終わった。胸ぐらつかみ損ねた。ガッツポーズ。サロンパスになるかコナンの犯人になるか考え中。サロンパスにしとけ。どこに需要あんねん。プリクラで目を大きくする加工。自己満だろあんなん。どっしりと尻を据えたる和式かな。トイレかな。サザエオールスターズ。きっしょ。走れメロス。きっしょ。じゃん。パンツ下ろしてきちゃった。パッパカッツ。10代女子がおじさんを感じる顔文字トップ10。10代女子がおじさんと何のやりとりをしてるのかを知りたい。だからパパカツじゃね。早くかかってこいよ。じゃあ遠慮なく。ゴールは誰に断って撮影してんだ。チレ。ごゆっくり。牛丼並盛り2つですね。なんか嫌なことでもあったんですか。失礼だなおい。はい。あ、そうなんだ。 20% オフってそういうことだったのか。誰だくてつアーニャです。んー、わーここちょっと似てる。いやみんな漏れた。それじゃ7月7日1年ぶりに会った彦星に織姫が幻滅。何があったでしょう。彦丸星になった。太ったってことか。自販機あと1本足りなかったこっちみんな。やべえ。へだと思ったのに。み、それってボケての電動ですよね。電動の七福神だね。それでは闇な症候群について説明します。まずはこの画像をご覧ください。何か分かった方はすでに末期症状です。病院行ってくるわ。え、犯人の声聞いたのか。うん、多分10代から80代の女性か男性。はい。コインランドリーデート楽しそうで何より。アイスコーヒーのホット買ってきて。え、どっちだよ。ホットじゃね。星1の笑い。マザ笑い。では検索履歴を見せてください。拒否します。無理はない。あちらのお客様からです。ネタはい。これを渡しておこう。思う存分滑るがいい。余計なお世話だわ。なんでわっちゃん男の子のくせに女の子の人形好きなのよ。気持ち悪い。でも多様性を尊重していかなければならない。何、多重人格。やべ、ちぎれちゃった。これでよしと。よしくね。もう休みが終わってしまう。どよーん。ニートが何言ってんだか。ニートかよ。猫まんま。いただきます。人間は愚かにゃものです。特にお前。俺。列車非常停止ボタン。緊急に列車を止める場合は全力で止めてください。死ぬ。 NHK です。鍵かけても無駄ですよ。怖い。こいつらも納豆が石を持った。これからは私たちの時代です。キモいキモいキモい。なんで食べたら減るんだよ。食べたからだよ。よし、犯人は分かった。残りの時間はわからないふりだ。尺稼ぎか。こんなスカイダイビング体験初めて。さよなら。お正月なのにろくなことないや。転んだりタコやお金をなくしたり叱られたり。今年もろくな年じゃなさそうだ。チンポジを直すから待って。言わんでええやん。頭痛で休みますに使っていいよ。使わせていただきます。お前今パカって言ったか。言ってません。字をめちゃくちゃかっこいい言い方にしてください。切れるとやべえやつ。確かにやべえ。主人公を選んでください。もっと他にない。森崎雄三。IQ21。 バカ。ペヤングソース焼きそば。お湯を入れて3分待つ。お湯を捨てる。
目を拾え。目も捨てたな。大きい。こりゃ立派なキャベツだな。でしょ？今朝うちの畑で息を引き取ったキャベツよ。言い方。両方とも男子生徒です。さらにいい。今の仕事いつまで続けばいいんだろう。給料、残業、肉体関係、男優さん、釣りはいらねえって言ってるだろ。いや足りないんです。ダサ。必ず見つけ出す。あったあったんかい。今日猫カフェ病欠って電話して。はい。指紋認証中、主人と確認しました。ハイテク。ご飯に卵をおかけしております。勝手にかけてろ。取引は中止だ。そんにゃ。エロいところだけ線を引いてるにゃ。みんにゃ。死ね死ね死ね。死にてー。茶柱立った。よかったね。息子の自由研究を踏むのが私の仕事です。くっそ。隣の席の女子が貸してくれないもの。リップクリーム、ヘアブラシ、耳、虫。ピッコロ3、ピッコロ4、ピッコロ5。うるせえ。うるせえな。おお、なんともしっとりしていて、それでいてうまくない。まずいんかい。小泉進次郎、日本の未来を作る言葉。小泉進次郎に一番近い男。いや本人。おっと、映っちまうと削除だな。やざーす。この島に流されてきたのね。次は私に上陸する。今脱ぎますね。お願いします。勘弁してください。じゃあ8の曲をサビだけでもいいから2曲歌ってみろ。香水しか知らん。ここで CM に行ったらみんな驚くだろうな。切れるわ。トイレをご利用のお客様へ。中に入られましたら前の人の余韻を感じてご利用ください。くっせー。小麦の値上げの影響。子供泣くわ。忘れた自転車を自転車で取りに行く。帰りどうすんの。わーめっちゃ綺麗じゃん。真っ白の答案を見た。もうちょい痩せろ。これは何としたことじゃ。ハズレガチャじゃ。大爆死してんじゃん。午前2時の音楽室。変わりない。あの有名なタイトルや名言に遊んでばかりのをつけて台無しにしてください。遊んでばかりの我が生涯に一片の悔いなし。ただのニートじゃん。3分を過ぎたらダメな理由。ぶっさ。ここからは一人で行く。かっこいい。今この瞬間を生きるって例えばどんなこと。素晴らしい秋晴れの日曜日にボケてなんか開かないで外に出る。一言多いわ。そのふざけた語尾は何も不。特大ブーメラン。はい、チーの瞬間に離婚しましょうと妻から LINE が来た。イーズ。仮病を使って休んだ日の昼くらいに来る罪悪感。あー、給食の時間か。お母さんなぜ出ないんだ。何が起きたって言うんだ。はい、カット。すん。お父さん、なんか疲れちゃった。お父さん。少しあっち行ってもらっていい？もう反抗期。私あんたなんか別に興味ないんだけど、好きになってもらっても困るんだよね。ついカッとなって。無罪。異議なし。ちゃんとマスクしろ。お前もな。誰だ俺のプリン食いやがったの。守れよ大事なもんなら。お前だな。伸びた伸び伸びた。いい名だろ。もっとかっこいい名にしてほしいや。健やかに大きくどこまでも伸びてほしいという願いを込めた名前だよ。ダッセー名前だな。やめろ。1キロ先の家にピザを配達。やめろ。漫画が面白くて手が離せない。しかしどら焼きも食べたい。そんな時に役に立つのだ。お前本当に22世紀から来たのか。そういう設定なんだよ。お前に助かる道はないで。ひどい。ありそうな国名。何しに来たん。行きずれ。やめろ。執拗に顔を狙って砂を投げるのをやめるのだ。攻撃しょぼ。なんだこれキモ。お前もキモいぞ。筋トレの途中ですがニュースをお伝えします。腕を下ろせ。当選した自民党議員の本音。金は一票より重い。多分みんな思ってる。おめでとうございます。お客様は10万人目の一つ前です。のし。日本の発電方法。火力、水力、原子力、風力、太陽光。松岡修造。火力じゃね。ボケ。いやみんな俺だ。お前ボケてユーザーだな。お客さん延長しますか。結構きつそう。見ればわかる。お前チョキを出すつもりだな。そりゃパーだからな。金を出せ。出さないという選択肢もある。じゃあ出さん。飲んだドリンクのアルコール度数が体に出るタイプ。まあ便利。シーってする位置の癖がすごい。治り性の高。もう帰ろう。はよガシマ行けや。長身と短身が重なる瞬間を見るキム総書記。かわいい。仮に私が犯人だとしましょう。私は被害者の太ったハゲ気味の50代くらいの赤いネクタイをしたおっさんを一度も見たことがありませんよ。バーカ。調味料のさしすせそ。そって何？ソネミ。いそ。本に挟んでおいたへそくりがない。おつ。技あり。待て。警告。トイレ行ってきます。行ってら。いつもお疲れ様。ブラもパンツもつけてないわよ。ありがとうございます。化粧が落ちた飼い主を初めて見た。背中をしないで。ズーム帰りの切り方がわからない。だからって壊さんでも。顔認証登録しただけなのに。自爆。先生、
バナナは何本入りますか？どこに入れるんでしょう？幼稚園児ながらすでに公式トーナメント優勝経験豊富なハトコちゃん、今年5歳。素晴らしいスピードからついたコードネームが地獄養女。もっとなかった。年を取るなんてあなたのすることですよ。あなたもね。危険な運転をしてる奴は我々が許さない。説得力、もみ洗いモード、ホラーじゃん。ようやく休暇をもらえた。6秒だ。ざけんな。小学校の卒業アルバム。嘘つけ。あんあん、旦那よりいい。密告、たこ焼きあるある。店のおじさんと喧嘩して海へ逃げ込む。それたい焼き。お腹が痛くて我慢できません。すいません、トイレはお貸ししてないんですよ。そういうことじゃない。頭に乗せたうんこを落とさずにゴールまで行く遊び。来たね。あの、これ頼んでないんですけど。ならなぜ食べた。ピッピッ。ある程度上空でタケコプターを募集する遊び。バイバイ。冬のそうめん合わねえな。なんで全裸で万引きしたんだ。自由研究でどっちの罪になるのかなって思って。どっちもだわ。それではこれからのび太の炭鉱部事件の裁判を始めます。昨日郷田くんがいきなり僕をぶちました。ぜひ罪を認めて反省してもらいたい。のび太のくせに。まあまあ弁護士の僕に任せてよ。弁護側異論ありません。勝訴。